皆さん、こんにちは。今日は大阪梅田の茶屋町に来ています。今夜のお宿はこの高層ビルの上層階にあります。ビルには劇場、結婚式場、宴会場、そしてオフィスも入っています。ビルに入りました。1階のエントランスです。こちらが今夜のお宿の入り口になります。今夜のお宿はホテル阪急インターナショナルです。中に入りました。フロントロビーは2階です。この奥のようです。こちらです。中央の奥にレセプションがあります。チェックインを終えたのでお部屋に向かいます。お部屋があるのは31階でした。こちらの奥のようです。お部屋は3121号室です。お部屋の前に来ました。入室します。お部屋は北側になります。両側の扉の中は後ほど。お部屋はレギュラーフロアのデラックスツインになります。広さは 47.1 平方メートル。ベッドの幅は1台が140センチメートルです。こちらの中を見てみます。電気ケトルとお茶のセットです。ウイスキーなどが入っていました。冷蔵庫にもドリンクが入っています。液晶テレビはパナソニック製です。 YouTube も見れます。こちらは無料のコーヒーとミネラルウォーターです。壁にスイッチがありました。カーテンと遮光ブラインドの操作スイッチです。窓からの眺めです。北方向になります。淀川が見えています。遠くには箕面と池田の山々が見えています。左には阪急電車も見えていました。入り口横のドアの中を見てみましょう。こちらはクローゼットです。こちらは物入れでしょうか。下に金庫がありました。こちらは大理石で囲まれた水回りです。大きな窓のあるビューバスです。洗い場はありませんが、シャワーブースがありました。
大理石の床は床暖房になっていました。コスメチックはシュプリームです。歯ブラシなどのセットはフロントでいただきました。日も暮れてきたのでお風呂にします。そして夕食とぼっち飲みのスタートです。次第に暗くなってきて、ビルの明かりが灯り始めてきました。すっかり暗くなりました。夜景がとても綺麗です。眠くなってきたので寝ることにします。おやすみなさい。おはようございます。空が明るくなってきました。朝風呂の用意をします。夜明けを眺めながらの朝風呂です。お風呂上がりのビールは格別です。日が昇ってかなり明るくなってきました。街も動き出しています。朝食に行きます。どちらにするか迷いました。朝食会場のある25階のアナトリウムです。美濃吉さんの和朝食にしました。窓から西方向の眺めが見えました。梅田の観覧車も見えています。日もすっかり昇りました。関空特急はるかが走っていきます。午前9時になりましたので、お片付けしてホテルを出ることにします。そしてこの動画も終了となります。ご視聴ありがとうございました。